マルティン・コッハは、オーストリア、ケルンテン州、フィラッハ出身の元スキージャンプ選手、ジャンプ解説者。父フリッツは1976年、インスブルックオリンピックノルディック複合代表、おじは元スキージャンプ選手のアルミン・コグラー。1998年12月に16歳で、スキージャンプワールドカップにデビュー、このシーズンのノルディックスキージュニア世界選手権で、 団体金メダルを獲得する。ジュニア世界選手権では、翌年も団体連覇した。2001から2002シーズンは初めて表彰台に上がるなど、総合8位、オリンピック代表にも選ばれた。ソルトレークシティオリンピックでは、ノーマルヒル14位、ラージヒル8位の成績を残した。4年後のトリノオリンピックでは、団体戦金メダルを獲得した。 2008年のスキーフライング世界選手権では、個人銀メダル、団体金メダルと2個のメダルを獲得。2009年ノルディックスキー世界選手権では、団体戦で金メダルを獲得した。2010年バンクーバーオリンピックは代表チームに入ったものの熱い選手層に阻まれて、出場できなかったが、スキーフライング世界選手権団体では2大会連続の金メダルを獲得。 ワールドカップ総合8位となった。2011年1月8日のフライングでワールドカップ初勝利、2月5日のフライングで2勝目を挙げた。2011年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル個人21位、ラージヒル個人8位、団体2種目金メダル獲得。ワールドカップ総合では自己最高位の6位となった。2011から12シーズンは 自己最高の参照を挙げ、総合12位となった。また、スキーフライング世界選手権では、個人同メダル、団体金メダルと2つのメダルを獲得した。2013から14シーズンをもって、現役を引退することになった。2014から15シーズンからは、ORF のワールドカップ中継で、アンドレアス・ゴルトベルガーと共に解説を担当しており、 試合によっては、ゴルトベルガーに代わって、ヘルメットにハンディカメラとマイクを搭載して、解説しながらのジャンプを披露している。ありがとうございます。